はい、皆様こんにちは、動画に映るのは多分久しぶりです。久しぶりですね、なんか緊張しますね。はい、はい、はい、いつも声だけは出てますが、はい、久しぶりに登場、入札で、開催しますシーコンテストは、今年は伊佐織嬢さんの5歳、明治祭ですね、を、の昭和を、85匹で、出品させていただきます。こちらの声はですね、あの任意にはなるんですけれども、10月まで無料で、お預かりさせていただき、10月初旬にですね、近藤養鶏場の近藤さん、プラスアルファ、2名ほどの審査員の方をお呼びして、まあ、成田養鶏園の、中で品評会を開催して、上位入賞した方、特別賞を受賞した方に、素敵な景品をお届けするというそういった企画です。ね、はい、あの品評会への出品料等も必要ございませんので、お気軽に、ご参加いただければなと。夏の楽しみに、そうですね、ご参加いただければなと思います。まあ、ポイントなどもありますしね。はい、はい、飼育内容については、はい、山本さんの方から説明いただきます。はい、今年はですね、伊佐さんの昭和を、まあ、伊佐さんの方から15センチぐらいでですね、たくさん分けていただいた中から、85匹まで厳選して選びました。まあ、サイズがばらつきがありますので、今あの池の方は3つの池で、4トンぐらいの池で3つの池で飼っておりますが、まあ、餌などを調整しまして、あのサイズの方も近づけていきたいなと思っております。同じ同一条件で同じように飼育しまして、秋にですね、大きなプールに入れまして、審査などをしていきたいと思います。また、夏場の飼育過程や生育の様子などもですね、動画の方を撮影していただいて、お預かりしている鯉などを、途中経過などを見ていただきたいと思っております。そして秋の審査風景などもですね、一匹一匹審査公表もつけます。そしてそういったの、あのどういった鯉が入賞するのかとか、今見ていただいた鯉が秋にはどのように変化するのか、そういった、まあ、体験型のイベントということで、やっております。どなたでも参加、ご参加自由となっております。また購入されたお客様以外もですね、鯉に覚えておいていただいてですね、夏の途中経過を見ていただくなり、審査風景などを見ていただいて、皆さんで一緒に楽しんでいきたいなと思っております。今年はですね、日本動物学会道藤さんの方から、協賛いただきまして、まあ、この赤富士が新発売ということで、この赤富士をですね、試験的に使っていただきたいということもありまして、もちろんこれは景品で赤富士の方も、出ますけども、こちらの餌を使って、飼育もしていきたいなと思っております。また、こういった野池の素といって、スイス調整剤なんですけども、こういうのなんか野池の素という新しく出たものを、こういったものも使ったりとか、まあ、あとはあの水代わりの時期にこういろいろ生のバクテリア、こういったものもいろいろ提供いただいております。実際使っていただいて、使ってみてですね、こういったのの感想も言っていきたいなと思っております。また景品にはですね、こういったものもご用意していただきました。これ餌を入れとくやったんですけど、パカッと開けるタイプの、餌が、はい、簡単な中こういう感じの餌が入っています。結構丈夫いんですけど、今まで大体ポリバケツとか入れてたんですけど、結構しっかりとした餌の入れ物など、こういったものも提供していただいております。なので、まあ、錦鯉、ライブ鯉で買っていただくポイント以外にもですね、副賞で、あとは、まあ、自社のお祝いブレンド等もご用意しておりますので、まあ、賞もたくさん設けて、皆さんで楽しんでいきたいなと思っております。皆さんのご参加を、心からお待ちしております。はい、はい、あの動画先に、これで流しますけれども、はい、新人鯉の方もできるだけ早く掲載していきたいと思いますので、ぜひ85匹そうですね、全部見てください。同じようなコメントばっかりしておりますが、これはまさに眼力コンテストですので、映像を見ていただいて、これだというものに投票でか1票にクリックしていただきたいなと思っております。はい、頑張って飼育したいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今年も飼育コンテストよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。